こんばんは。低気圧にやられて今日は一日中ずっと寝てました。ようやく夜薬飲んでなんとか今は大丈夫、なんとか大丈夫になったので、めっちゃ前髪伸びた。ね、本当にずっとね寝てたのでボサボサなんですけど、ずっとパジャマでした。ありがとう、ハート皆さんありがとうございます。ポーチさんハートありがとう、みんなもありがとうございます。そうね、めっちゃ梅雨のみたいだよね。そうなんですよね。でも大丈夫。昨日送ってくださったから、ファンの方が、あ、そう、みんな何人かの方があのインスタのメッセージとかに送ってくれたりしてすごい助かりました。ありがとうございます。沢さんバラありがとう、西さんチンアナゴありがとう。そう、なぜかね、私は気圧にめちゃめちゃ敏感で、すごいわかる。やっほーまは沢さんバラありがとう、クさんも花束ありがとう、カヒロくんかわいいありがとう、グンさんもチンアナゴありがとう。え、水曜日から何日、あと何日、今日、今週ずっと雨じゃないの。沢さんとってありがとう。ちゃんとご飯食べてる。なんかね、今日はねお腹空いてるんだけどね、あんま食べてなくて、もうなんか揚げ物みたいな、なんだなんかコーンが入ってる、なんかなんだろう、なんかコロッケみたい、コロッケじゃないの、なんだろうあれは、クリーム揚げみたいな、わかんない、ちっちゃいやつ、それを3つと、ね、なんだっけな、なんか、あ、アンパンマンのさ、なんか冷凍の、なんだっけ、冷凍されてるやつ、ポテトみたいな、アンパンマンポテトみたいなやつ。そう、この目がね壊れてるの、ずれ、なんかね、なんだろう、登っちゃったかもしれない。なんか寝てる時に多分ね登っちゃって、これさどうしたらいいんだろう、メガネ屋さんとかでさ無料で直してくれるかな、割と買ったばかりなのに、ずっとだからね、なんか変な感覚で生きてる、曲がってるの一生でも、なんかこの縁が大きいおかげで曲がっててもなんかちゃんと見えるから、これここに、ここが曲がってんのかな、本当ちょっとメガネ屋さん行こうかな、本当にね自分の手ではね治らなくて、折りそうでね怖くて、メガネってマジで高いから、そう簡単になんか買えないよね。確かに大きいからこそ気づかれやすい、確かにね、昔のメガネの方もあると思う、あるんだけどさ、ちょっとこっちやなかった。あったけど、なんかねちっちゃいんだよね。
あ、今日まだメール送れてない。なんかそう、このお礼書き終わったら過去をメール送ろうって思ったんだけど、ちょっと今日まだ一個も書いてない。どうしよう、メール書くね。定期的に、そうなんだ、定期的にやってもらえるもんなんだ、すごい。こんばんは。妹がネミのオーディションを受けようとしてて、やるやない。なんだろう。書類、私なんだろう、なんかね、でもなんかとにかくなんか頑張って書いてた気もするけど、なんだろうな、何気をつけたらいいんだろう。でも書類ってやっぱあれ、でもさ、写真が一番大事じゃない、なんだかんだ言って。なんかやっぱり書類って顔を見るよね、きっと。でも私普通になんかね、あの特技とかも何もなかったから、普通に食べて寝ることが得意ですとか、その最初からそんな感じで書いたかな。なんだろうね、気をつけること。なんだろう、別にそんな、なんかなんだろう、そんな気をつけることはないかもしれない。何見てるんだろうね。でもなんかそのグループに合ってる、そのグループがなんか、その例えばなんか NMB さんとかだったら、何なんだろうな、なんかちょっとやっぱ大阪だからさ、なんか面白いこと書いてみたりとかしてみたら。なんかそういうのとか、なんかそのグループの特色に合ったのをアピールしてみたらいいんじゃない。あ、すごい、しげさんありがとうございます。今日もあ、ありがとう。お礼もちょっと書いてる。鬼滅コラボするのか。めちゃジャイアンツするね。松田さんもありがとう。グーさんもありがとう。タトちゃんと今日連絡取ってるよ。ユニフォームすごっ。シャウさんありがとう。あら、何がね、オーディションって難しいよね。22時半にしとこう。じゃあ22時半くらいからショールームで。ゆうとくん貝殻ありがとう。カティンカワイありがとう。ベイキ君もカワイありがとう。松田さんも、なんだろう、それは、なんだっけ、人でありがとう。ちょっと美容院行けてないから、美容院行きたいけど行けないよね。もう長すぎて前髪がつらい、目に入る。台湾夜嵐さんありがとう。みーちゃんも可愛いありがとう。すごい低気圧、本当になんでこんなにさ、オーディションで応募するのめっちゃドキドキする。確かに。
どんな感じだったっけ。でも絶対ドキドキするよね。ね、筋肉ね、あんまなくなったもん。わかんない。あれも意外とあるか。でもなんか弱い、なんかその強そうな筋肉じゃないか。20日、今日が何日かわからん。まだじゃ、まだまだじゃない、20日って。車検だよ、ありがとうございます。テニプリ誰が好き。あ、そう、これもね、話そうと思ったんだ。テニプリ見ました。そしてテニプリにドハマりしました。テニプリにドハマりして、推しは藤先輩と 菊丸くんと押したりゆうしくんが好きです。協 定の押したりくん、バッチバチにはまりました。志 野先輩は正直そんな好きじゃないけど 面白いから、なんか癖強いキャラクターばっかりだから全員好きなのね。でも全員好きだけど、推しとかじゃないけど、なんかいいよね。なんかエクスタシーとか なんか あとなんだっけ、ハメツエのロンドだとかさ みんなやべえ 本当にダッシュハロー級、本当に。あ、確かロングの時のシドさん結構好きかもね。藤先輩に、なんか藤先輩ってなんか初恋注げたくなるオーラを持ってる 藤先輩やばいね、かっこいい、本当にかっこいい。あとでパイセンはマジでなんかね、最初なんかね、普通になんかテニプリ見る前からちょっとだけなんかなんとなく知ってて、顔はマジで好きなんだけど、なんかやっぱね、個性強すぎて なんか推しまでにはいかなかったかな。なんか推し好きだよ、めっちゃ好きだし、かっこいいてかイケメンだし、なんかでも手に届かない存在的な、もうなんだろう、やっぱアトベ様って感じ。俺様のビギに良いな、なんかそこまで行っちゃうとね。そう、アトベなんかね、キャラソンとかもめっちゃ聞いてるんだけど、アトベのなんか「チャームポイントは泣きぼくろう」っていう曲めっちゃ癖になるから、マジで1日20回以上聞いてるってレベルで癖になるから、みんな聞いてほしい。勝つのは評定だ。なんかなんだっけ、ムーンサルトの人に、なんだっけ名前、なんだっけ、なんか飛んでみそうっていうのが好き、面白くて。なんかあと「お前なりの評定コールを見つけてみな」とか そう、なんかね、私あんま龍馬はね、なんかめっちゃかっこいいし、まあ、声が好きなんだよね。まず龍馬いいなと思うけど、なんか推しではない、やっぱり。なんだろう、やっぱね、龍馬はなんだろうな、いいんだけどね、なんか私はね、やっぱなんか主人公いかないんだよね。なべともさん、ありがとう。勝つのはひょうて、勝つのはあとべ、ポチ、勝つのは俺だ。あとべのカバジへの信頼度がやばすぎる。相当信頼してますよね、あれは。うっす、いくぞカバジ、うっす。阿久津先輩はね、いいやつだし、なんかモンブラン好きみたいな、かわいいけど 全然推しではない そう、なんかいっぱいいろいろあるよね。ミュージカルとか、なんか舞台いっぱいある、ミュージカルあるよね。でもね、マジで推したりゆうしくんのマジで好き、かっこいい、堪忍してや。なんか私は大阪弁の人マジで好きだな かっこいい。なんかやっぱ天才肌に惹かれるのかも。藤先輩もだってさ、天才じゃん。押したりもだって評定の天才じゃん。だから天才が好きなのかもしれん。あ、そう、菊丸マジで好き。あのね、もうええじゃん、マジで。なんか可愛すぎて、もうね、最初に私は菊丸が好きになったんだけど、なんなのあの可愛さ。はーい、かわいい、なに、かわいすぎるでしょ、あんな。私もずっとここに絆創膏貼ってようかなって思った。フェイさん、ありがとう。なんかさ、菊丸のさ、なんか最初にマジで一
1話から2目見た時にさ、はにゃってさ菊丸が言っててさ、あ、はにゃって人生で一番最初に使ったの菊丸先輩じゃねって思った。かわいい、一番世界で一番菊丸のはにゃがかわいい。かわいい、本当になんであんなかわいいのね。ね、バレンタインキスもなんかめっちゃ一生聞いてるね。久しぶりありがとう、元気になった。菊丸さん好きだよね、やっぱり。私もめっちゃ好き。でもね、あとね、金ちゃん、遠山金太郎めっちゃ好き。なんか面白い、なんかね、声がマジで好きで元気になれる。やっぱ視点文字中はめっちゃ面白いよね。ダン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 してんはーじ、本当に好き。でも白石さんもめっちゃ人気じゃん。白石さんもなんか好きになるかなと思ったんだけど、なんかそこは好きだけど、なんかめっちゃ推しではない。やっぱ富士先輩が好きすぎて、そう、寝わざと腰前って呼び続ける姿勢いいと思う。かわいい。いつも魔法好きさん、ありがとう。あとね、すごい、デニプリアマジですごい素晴らしいなと、作品つなめ返しね、確かにマジですごいよね、本当にすごい。あとね、結構ね、意外とももちゃんとカイドウのペアも好きなんだよね。あとももちゃんって、ももちゃんはいいけど、なんかカイドウと、あと乾先輩のペアも好き。あのダブルスの時、カイドウとモモちゃんの2人いいな。カイドウがマジで可愛い。カイドウめっちゃ好きになりそう、なりかけた。推しではないけど、めっちゃ好きになりかけた。可愛い、あのカルピンが本当に可愛くて、あのカルピンをかの可愛がってる、あのね、可愛いよね。しゅんすけさん、チンアナゴありがとう。うん、イネ先輩メガネ、いや私ああいうメガネは好きじゃない。なんか目見えてないメガネのキャラあんま好きじゃないけど、なんかイネ先輩やっぱ声がいいですよね。うん、あとなんかマジでなんか一生イネいじる失敗してて、失敗してるし。うん、なんかやっぱね、最近めっちゃ声優さんに詳しくなって、いろんなアニメのなんかいろんな声やってる人が一緒とかさ、なんかもう分かるようになってきちゃって、あれこれあのアニメのあのキャラと一緒じゃないって思って調べたら一緒みたいな、その瞬間がめっちゃテンション上がるんですけど、なんかそう、なんかねすごい。あとなんかさ、なんだっけ、マキちゃんと、マキちゃんの声の、あの鬼の赤目とかもめっちゃマキちゃんやんって、なんかさ、なんか一時期めっちゃ赤谷くんなんとかっしょみたいな言う時期あったよね。なんかえ、マキちゃんじゃんって思った。ね、焼肉の回めっちゃ面白かった。大石がマジで焼き肉ずに行こう。なんか焼肉のさ、なんか大石菊丸のあ、ムカヒだ、ムカヒ、ムーサルト、あれ喋ってたんだけど止まってる、もしかして。やばい、メール、ダメ、声聞こえない。